さっ、あ、ちょっとなんで通らせろや。ふん、通らせろや。あ、ちょっとずつ向こうに行く。おっそすオリア、続き、行きます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、また前回行った場所に多分行かなきゃいけないんじゃないかなと思っております。鍵があともう一個多分必要なのよね。今まだ左下見る限り鍵が1個で、鍵をもう1個手に入れないと多分俺が行こうとしてるところの門が開かないんじゃないかなと思うんで、うん、とりあえず帽子新しいの売ってるかどうかだけちょっとチェックして、うん、変わってない、さよなら。よし、じゃあジジイ頼むわ。鍵がもう一個どこ、フィラップ諸島で降りて、これやんな、取って鍵開けるという流れになると思うんで、ん、前回多分どっかで鍵を取り損ねてるってことよな。結構ステージ難しくなってきてるから、どこがいけてへんかちょっとちゃんと見るの難しいよ。はや、パンパン、今でも平和じゃ。そうか、スンシュバ、あは、毎回毎回この船が岸に着くまでのあのほんの何十秒間のやり取りがいるのかい。ここ開けて、どっかだから別で行けるところがあったってことやんな。どうやったっけ、こうしてこうして飛んで回収。なんか別で行ける場所があったんかな。うん、する、大体の場所は行けてたと思うんだが、ここ、ここの下、そういえば俺行ってなかったんちゃうかな。こっちにでも鍵あるなんていう、あ、ありえる。はっ、ここはなんかありそうやぞ。すぐ見つかってくれないやったら。ファラデー、ちょっと待ってな、回復。あ、ちょっとなんか飛んできた。おい、誰じゃ、誰が今撃ってきたんじゃ。んー、これでもファラデー、あ、いやいやいや、あ、下あんのか、やめて、上。おい、こっから上には行けへんもんな。こっちから攻めていく必要がある。うわぁ、毒のやつか、毒よけの帽子じゃないんだが、こうして向こうに飛ぶと。なるほど、相変わらず頭はちょっと使わせるんだね。なんか緑の箱ゲット、あれ人かな。おい、人ではなかった。あ、いや、ん、なんや、なんか調べたらちょっとだけ立ち上がったけど、なんもないわな。失礼します。うわ、う
わちょっと待って、まあ、毒だらけやん。なんか今できた。あれが止めるやつか。ってことはこの毒沼を越えていくしかないのか。ふっさっさっよっすっこの野郎やってくれたな。あ、ちょっと待って、これ壊せる？これ、あ、横何も攻撃できへんわ。アイテムと謎のオルゴールと鍵ないの？鍵うち、やめて。パッパッパッ、やだわ。あれ、こんだけ、あれ、あ、こんだけっぽい。マジか、鍵はなかったか。こっちには漂流者を救出ってことは、ここを右に、さっさ、ちょっとむずいよね。バッサ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 、回復ない。あちゅん、危な。さっきの場所に戻ったらもう一回回復っていけるかな。なんか顔、危ない、顔洗うとこなかった？顔洗うとこ、うつ、あ、もう、うまく動けへんし、もう行くわ、こっち。さっさっさで、いや、宝箱だけや、落ちそう。こんなきゃな。ってことは俺が見逃したのはもっと別の場所。とりあえずじゃあこっち行くしかないね。どっか分岐点が、うっす、他にあったってことやな。回復をください。ちょっとだ、ね、そう、回復マジでくれ。死んじゃうぞ、俺死んじゃうぞ。あ、ここ落ちたらなんかなるとかそんなわけもないよね。あそこは、ここ鍵二つのとこでしょ。ここ入ったっけ、俺上行ったんやったっけ。どうだ、あ、ここ来てないかも。うん、おい、ファラディ、ファラディで、いや、さっ、おてた、バカめ、おい、回復プレイ、さ、助けて。漂流者はこれで10分の10じゃない、あれ。いよいよじゃあ、なんじゃお前それ、なんかできた、なやつ、おい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 、攻撃攻撃、とりあえず攻撃、爪ゲット。そして俺はもう死にそう、やべ。ここは、え、爪があっただけとか、なんか、あ、ボカン、あ、まだ上ある、よかった。落ちーの、危な、あ、あ、ほい、エンスバ、あれ、どこ行った、これトラップよね。え、ダビデイ、やろ、こっちにトラップか。こっちは行ったりはできないよね。さっ、あ、また死体、なんもない。うん、あ、扉ありましたわ。ってことは進むべきはそこだね。
ょっぴり回復行く。よし、よかった。行ってないところまであった、ちゃんと。これで、あん、はっ、うん、さっさっ、上はなんもねえー、な、奴隷こいつら殴って、あ、このマークは、あ、エレベーターなんかありそう。変な攻撃しないでよ。下にエレベーターより先に行ける、エレベーターより先に行けるという、はは、は、ちょっと待って、それはこうか、んー、ここ、ここ、うい、うい、うい待て待て、すごい場所来た。なんとか助かりました。あぶね、なんていうトラップ、耐えましたけど、こっから先は、はっ、どうなっと、ほーん、なんか、あ、これが、あ、電気、それを、違うな、これに通すんか、あ、これに、はっ、違うな、はっ、あの電気を多分もらう気がするんやけど、こう、ん、その電撃をどうすればいいんや。はい、なんかさっきダメージ受けたよね、普通に行くと。ん、帯電、あ、俺がこっちにいたらいいんか。よし、これで、えい、やめてい、ババアが、ババアか知らんけど、お前は強そう、やめて、はいはい、やばい、やばい、やばっちゅ、やばっちゅ、おい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 、撃ってくんな、やめて、かたして、かたして、ビリ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 、おい、ほほほほ、ほら、やってくれたな。あ、お金、そこのお金ちょうだい。OK、 よし、で、うわお、それは無理やな、これは多分こっちから、あ、ん、なにこれ、違うな、こうして、えっつ、ビビクした、あ、あそこからビームが出てきて、え、こうでいいのか、ブーンブーンブーン、あ、羽が、あ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 、どうしよう、あ、どうしよう、ハハハハ、えー、えー、えー、ええー、え、ふん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 、じゃなくて、ずっとやんのかい、それ、どこまで行くんやろ、すごいことになってるけど、もはや俺が、えてぃー、立ち入るスキー、こう、違う、こうの、こうでいいのか、ブンブンブン、開いた、簡単じゃん。で、そろそろ鍵出てくんじゃない、刺すとそこが開く。あ、で、次は、ウェイ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 、ごめんね。上に行って、これが、こっち向きやな。で、お前が上向き。で、いいよね。で、
って戻らして向こう行かして、でここに刺しといて、お前をこうか、これでいけるはず。ん？これでしょ？ブン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 、自分で止めるやつ。はい、お願い。これでブンブン、はい。で、あ、いけました。ちゃんと回復用意してくれてるのに落ちた。回復ずつで、こっちで、あら、なんか頑張ってる。え、あ、え、開けることのない夜が訪れても、王国の剣士たるもの恐れてはならぬ。暗っ。え、あ、やば、見えねえ。どうやって俺ここ来たっけ。あ、やば、元のマップ覚えてない俺。あ、なんか、あ、なるほど、月光の太刀は闇を切り払うがゆえに、ゆえに、ゆえにどうすんの？そっから。は？あは？これで帰れて？はあ。ん？これで、帰ってったら、あ、そっか、電源をこれ切ったから、これで、なんか変な声した。うん、なんかいる。ちょっと、やめて。やめなさい。これであそこが通れるようになるってことか。やめてー。怖っ。ここの、ふん。あ、おら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 。よし。さっき通れなかったところがここや。ここが行けるようになりましたよと。見えない。あ、全然見えない。はっはっはっ、来んな、お前ら、とりあえず来んな。で、そして敵死ねえ。あ、鍵やった。何これ。うわ、まだ来る。ビシバシビシバシですわ。で、これを、うん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 、よし、レバーオン。これで開いてる。うれ、解決じゃ。やったー、帰ろう。オッケー、行けた。危ねえぜ。で、探索続けるってやったら、すぐにあの鍵二つ開けれるところ行けたりするかな。わざわざ多分街戻らんでも。出てきました、こっち。すっすっ、やめなさいな。え、下、うっす。どこ、俺どこ、どこや、どっち行ったら戻りにやったっけ。さあ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 、帰ろう帰ろうよ。おいおい、さらば、回復をくれ。はあ、ああ、徐々に、あ、ここじゃない、来た。よし、予定通り、予
定通り進めてるけど、ここから入んの？この先に青い鍵があるはず。お回復ありがとう。ここは？は、なんか一瞬降りれそうな雰囲気もあったけど違うよな、さすがに。うわ、びっくりした。あ誰？オリアハンコちゃったのに。オリアの保護者。立って、そして戦え。立ってるよ俺。うん、ぜい、なんじゃい、なんじゃい、ほら、あ、あ、逃げんなこら。おい、なにこいつ、やべ。お前がその気なら俺だってプン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 避けた。なにこいつ、ほらしょっとか。なにこいつ、むずい。こいつやりやがる。はっはっはっは。おい、月光の盾で。あれ、どこ行った。あれ、出てこなくなった。逃げたのか。あ、上行ける。座ってるこいつ。ねえ、その技。おい、どんどん逃げていく、逃げていくタイプなんか。おいおい、ほら、すんすん、危ない。はい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 、ダメージ当たってるもんそれ。ふん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 な。ダメージ当て方がわからん。あ、おいおい、こら、またどっか行った。あいつの剣やな、剣がなんか、あいつも月光のあれ持ってんじゃない。あ、回復できる、やった。んそう、どこ行ったあいつ。とう、いた。こいつも剣を使うはず。痛い。くそ、こら、やめ。おい、お前の剣、お前の剣がチョイース。ねえこいつ強えぞこいつ。それは当たりません。こい、ほら、どうじゃ。やけど、ここの剣がチャンス。すなんかチャンス。今じゃ。おい、ここで勝負をつけ。あー、めっちゃ落ちたけど。あ、なんか俺外にいるんですけど、どうやって戻んのこれ。おい、戻らせてくれ。ちょっとこっちから。あ、戻れるのかな。あいつはどこかな。いる、いた。よかった、バグったと思ったぜ。あ、来いや。どこ行った。いた、よし、ほら、痛い。やる、ほら、ほら、ほら、あとちょっとやろ、お前。死んでまえ。もうここじゃ。場所変わった。あ、やった。は、ありあり、盛り使いとなるにふさわしい技量。その後の求めるものはここにない。ファラデーって未だに何なの？俺の名前？第三の鍵はオリア姫が持っている。ありがとうございました。オリア姫前、普通に鍵くれたけど、青い鍵もあいつが持ってんのかい？お？
あ、ラスボスっぽいやつ。我らの伝説もこれから。あやつらの船からもぎ取られた舵を見るがいい。幽霊船団の伝説の通りに。あ、どうした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 。あ、どうしたどうした、どうしたなんて喋ってんの。今こそ船出の時。何が落ちてる、何が落ちてるわ、それ早すぎて早すぎて、何が追ってってんのか見えてない。あーあー、なんか分からんけど多分グロい感じなんやろうな。あーボロボロだ。あ、食べることで進化する王のタイプ、そういうこと。でもこれで今さっきのところはいけましたよと。でまた戻ってきた。あらで、イプタクからの連絡。姫の船が襲撃されて。なんやって、帽子かぶってない。お金、相変わらず足りひん。よいしょよいしょ、玉ちょっと回収して。回復は、回復は大事。でも、ああどうも、ファラデー、またよろしく。これで、お、もう全部いけるぞこれで。あ、でもどっちかしか取れへんわこれ。クロスボウの矢にすること、こっちやな。森を回転させて対象を切り刻む。あ、かっこいい。でこっちはやっぱ爪がいるんやんな。よし、これは強いんじゃない。行こうぜジジイ。なんか姫が奇襲にあった言うてるけど、あ、これか。いやな、ここにあったはずの鍵が消えてってなってるから、ここを開けるには、あと青の鍵がもう一個いるけど、こっちの姫がなんか鳴ってんだね。乱血の仮面。おいおい、ついに般若の面みたいなの手に入れたぞ。森を回転させながら切り刻むっつってたけど、結局でもあの左上のゲージがたまらなあかんやんな多分な。あ、なんか新しいやつ乗ってる。こんにちは、どうも、よろしく、よろしくです。着きました。あ、あら、耳が遠いはずのジジイだけ反応するな。投げないでーってことで、ここに姫が、お、奇襲、何があった。ああ、あ、東の島から織谷姫をつけていた。お前いつもあのなんか演奏してくれたやつ、そう遠くではないはず。はさっ、ああ、テクいいことさせるやん。ここは、ん、
そこなんか意味ある？ん？あそこ上引っ掛けられたらなんか意味あったんかな。こんなか。ハンニャの面してるけど、前一輪の花をあげた私でございます。どこで姫、姫は、わあ、虫いっぱい飛んでるで。姫はおるか。なんかいるけど、あれ姫ちゃうの？あれあれ、どういうことや。まさか姫とバトらないといけないとか。あ、回復。湖に落ちただけやのに。いる。どうした？大丈夫か？あ、触んなってか。下心はないよ。あ、痛い。あ、あ、ちょっと、おへえ。え、おいや、何しこいてん。ちょっと、おめん、どっか行った。おい、ほら、ほら、ほら、あれ、ほら、さっ、あ、ちょっとなんで、取らせろや、ふっ、あ、取らせろや、あ、ちょっとずつ向こうに行く、あ、向こう行った、おーい、あ、行った、あ、ちょちょちょ、どういうこと、おい、この野郎。痛い。なんじゃこの押し問答は。おい、向こう行け。ほら、向こう行った。あ、ちょっと何してんのこれ。あた、おい、なんやこれ。まだやんのかお前。あ、ほいほい、なんか青い光が上から来てないかい。ほら、ほら、なんやそれ。こら、ほい、まだまだ、もう一丁、月光をなめんな。あ、ごめんなさい、ごめん。ほい、ほい、どこまでやんのこれ。なにこれ。あ、ほら、これ、なんなんこれ。おい、なんやこれ。あ、はい、あ、ん、あら、髪の毛長。あ、鍵、あれあれ、なんか二人抱き合ってる。なんじゃこれ。姫に実力を認めてもらえた的な、そういうお話。あら、あ、でも鍵手に入れて一夜を共にしちゃった感ありますけど、俺の般若の面はどこ行きました？あら、姫どっか行っちまいました。あの朽ち貴族の奇襲にあってってこと？姫は、あ、姫は全部やっつけちゃったってことなんかな。むずお話。でもこれで、最後の鍵が多分手に入ったから、おそらく次回ラスボスのとこ行けるんじゃないかなって思います。多分ね、そんな気がしますわ。左下の40分の18、あの収集アイテム全然取れてないけど、かなり隠されてるんだね。ってことで頑張っていこうと思います。それではまた、よろしくどうぞ。